の結局ね、はい、スケジュールがガラッガラなんですよ。三股又三は。三股又三さんですね。ちょっとね。いやこのままで本当に僕はもう前もちょっとちらっと言いましたけど、はい、もっと遊びたい子はいっぱいいるんです。はい、でもみんなやっぱり売れていくんですよ。はい、でなんかちょっとご飯食べたいとかなってちょっと小旅行みたいになったらもう三股しかいないんですよね。はい、で僕は本当は不本意なんです。三股とは遊びたくないんですよ。でもあいつしかいないんですね。はい、でもやっぱり世間的にはあんまり遊んでると思われたくないんです。はい、それは僕のセンスが疑われるからね。でまあちょっと前も温泉行ったんですよ。はい、で温泉行ったらなんかおばちゃんに顔さしちゃって、はい、でうわ松本さんってなって、でその横にいたからあれってなって、うわもう嫌やなと思ったら、はい、あ今日はお兄さんと一緒ですかっていう坊主ですもんね。坊主でだから僕ももうすかさずあはいって言って、で三股も心得たもんで、はい、ひとしをよろしく。ええやんかええやんかって、まあ、それでよかったんで、はい、だからこの、まあ、こういう話をすること自体はまあ本当にもう結局三股と遊んでるっていうことになっちゃうので、はいはい、もうできたら避けたいんですけど、はい、この話だけはちょっとしときたいなっていうのが、はい、シンガポールはなんであかんねんっていうね、はい、話になるんですけど、はいはい、僕年末ぐらいからちょっと家族でお正月とかけてこうシンガポールに行ってたんですよ。はいはいはい、そこでまあなんか嫁のなんか知り合いもなんや来るからって、はい、向こうでじゃあまあなんかワイワイやろうかって言ってシンガポール旅行行きました。はい、シンガポールがね確か時差がね1時間なんですよ。はいはい、でまあまあ日本とそんな変わりにまあええか言うて、で向こうで年明けて、だからもうやっぱりこうメールがいっぱいこう来るでしょ。はい、で明けましておめでとうございます、今年もよろしくお願いします。まあその中に三股のメールもあって、はい、今年もよろしくお願いします、シンガポール楽しんでくださいみたいなの来るから、うるさいボケしねえって送ってね、はい、まあまあそれは良かったんですよ。はい、でもう1日2日だから1月の2日ぐらいかな、はい、まあまだシンガポールにいて、でやっぱり夕方ぐらいからみんなでワイワイご飯向こうの人と食べてたんですよ。はい、ほんならこうまあ携帯は持ってますよね、でもマナーモードにしてて、はい、でチュラッと見たらね、なんか数分前に三股から着信が入ってて、で結局そうでも伝言も何も入ってないし、その後別にメールも来えへんし、で何やろうってちょっと思うじゃないですか。でちょっとトイレ行った時にちらっと三股に電話したら結局出ないんですね。でね僕ねこれね、それこそその三股と温泉行った時も全く同じことがマネージャーであって、温泉から上がったらマネージャーからこう電話が着信が数分間にあって、で結局伝言も入ってないしメールも来え、三股俺こういうの一番嫌やねんと、旅来てんの知ってるやろと、知ってる状態でここでそれをされたら何やろうと、決していい話じゃないと思うんですよ。いい話ならなんか多分メールやし、なったら伝言にねちょっと簡単なことでも載せてくれるはずやと、なんもない着信のこれはね俺もドキドキするから、ほんまに嫌やねんって三股に言うたら、ほんとそうですよね、わかりますって言ってるあいつがまさに今それをやってるわけじゃないですか。でもこれは裏を返せばよっぽどなんかあったんちゃうか、これシャレにならんことがあったんちゃうかと思って何度も三股にするんやけど、結局出えへん。やっと4時間後か5時間後ぐらいに繋がったんですよ。はいはい、何やってんって言うたら三股が違うんです、そうは言っても生声でおめでとうを言いたくて。はあはあ三股はあお前はあって言って俺言ったよね、俺それ嫌だって言ったよね、なんかあると思うやんね、お前なんか誰か知り合いでもなんかあったんかなと俺思うやんけって俺言ったやんって言って、すいませんお前さそういうのな、師匠のたけしさんにお前やってないやろなと言ったんですよ。ほんならそれはやってません、師匠にはメールをしときました、師匠はオーストラリアに行ってんのを知ってたんで、シンガポールはなんでええねん、シンガポールはなんでええねん、一緒海外ですからね、一緒の海外やから、一緒の海外。でもね、シンガポールとオーストラリアはね、時差が違うかもわからん、はい、思って調べたら、はい、全く一緒やシンガポールはなんでええねんシンガポールはなんでええねんでしたありがとうございました。すごい話、いやーすごいな、すごい話、いやー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 いや
怖かったんですけど、8年ぐらい前に東京来て初めてナイナイの岡村くんとご飯を食べに行くことになりまして、で麻布の鉄板焼き屋みたいなのを指定されて行ったんですよ。まあ店内合流ということで、で行ったら目の前に団体さんがいらっしゃって 5,6 人の、でその中の一人が萩本欽一さんだったんですね。で、あ、欽ちゃんだと思って、で上京したばっかりで同じ店に芸能人が偶然来るわけないっていう発想ですから、あ、岡村くん今日欽ちゃんと飲むんだ、その席に僕呼んでくれたんだと思って、その集団の後ろにひっついて僕萩本さんのグループの一員として入店したんですよ。で個室に入りまして、あ、挨拶しなきゃいけないと思って萩本さんの前まで行って挨拶しようとしたら、うん、まあ、そういうファンがついてきたと思ったんでしょうね、うん、萩本さんがものすごい冷めた表情で、うんうん、低いトーンで、うん、ダメだよって。あのダメだよじゃないの、本当のやつ、ダメじゃないの、本当のダメだよ、あのダメだよっていうんじゃなくて、普通にダメだよって言われた。本当のダメなやつだね、ダメなやつ、はい、本当にダメなやつ、で、すごい、岡村君別のとこ行ったって、まあそれだけの話なんですけど、そうか、やっぱそういう時はそうやわな、そこはしっかり言わないとね、はい、そうですね、本当に金ちゃんもね、申し訳なかったな。3年くらい前に、あの仕事でちょっと興味深い話を聞きまして、というのも、まあ、世の中にはまあいろんなジャンルのマニアの方がいらっしゃるんですけども、まあ、その中でも抱き枕のマニアの人がいらっしゃるみたいで、でそういうどういう人たちかっていうと、その、まあ、自分の好きなアニメのキャラクターの女の子のキャラクターがプリントされた抱き枕を抱いて寝るんじゃなくて、もう彼女として扱うと。例えばもう一緒にレストランに行って向かい側に座らせて2人分の料理を頼んでもうデートしたりだとか、あともう一緒に旅行に行くと、2人分部屋取って、2人部屋取って、で旅先でツーショット写メを撮ったりだとか、そういうのをまあ自分のブログに載せたりとかいう人たちがいると。でもまあ確かにそのぬいぐるみをペットのように可愛がる女の人もいるわけだから、まあそういう抱き枕を彼女のように可愛がる人がいてもまあおかしくはないなと思ってちょっと興味が湧いたんです。でちょうどその時にあの僕の後輩でおかゆ太郎っていうピン芸人がいるんですけども、はい、おかゆ太郎っていうピン芸人がいて、それは30代後半でずっと彼女もいなくて全然モテなくて寂しい生活をしてたんで、ちょうどいいやと思ってこの話をしたんですよ。こういう世界があるけどどうっつって、まあさすがにいやそれはもうないですよと言うけど、いや一回乗っかってみと、それだけハマってる人もいるわけだし絶対楽しいところはあるはずだと、一回騙されたと思って乗ってみっつって説得して、そしたらまあちょっと検討しますっつってそこで別れたんですよ。でそこからしばらくして4日ぐらい経った時に電話があって、岡谷太郎からで、どうしたのって聞いたら、今ちょうど仕事帰りに秋葉原に行って、でその抱き枕の専門店にいるんですけど、もうとにかく品揃えがすごいですと。で、僕抱き枕のクオリティも本当に高いから、ちょっとハマる人の気持ち分かりますと、でちょっと興味湧いてきましたっつって、もうちょっと見てみますっつって、あ、分かった分かったって電話切ったんですよ。そしたら1時間後ぐらいに今度メールが来て、で写メが添付されてたんですね。で開いてみたら、なんか黒髪のショートカットで目がクリックリで、なんかちっちゃめのこうチャイナドレスを着たアニメのキャラクターの抱き枕と岡谷太郎のツーショットの写真だったんですよ。でメッセージで、この子と付き合うことにしましたと。名前はあゆみちゃんですっつって、でそれ見てドン引きして、でただまあ自分がね勧めた手前それは言えないので、分かった、とりあえずまあお幸せにっつってで返したんですね。でそれからまあ2週間ぐらい経ってその岡谷太郎と会った時に、あゆみちゃんとはどうって聞いたら、まあ順調ですと。その何をもって順調なのかは分からないですけど、順調じゃないからそうなってるわけなんですけども、あ、そうなんだって、どういうところがいいのって聞いたら、まあやっぱりとにかく話を聞いてくれるところだと。話しかけてるんですよ。あ、そうっつって、あとはって聞いたら、いつもこう笑顔で自分を出迎えてくれると、まあプリントされてますからね、まあそっかそっかって、じゃあ逆に嫌なところは何って聞いたら、まあ強いてあげるなら、その一緒に旅行に行くらしいんですけど、どうしても空港であゆみちゃんは手荷物扱いになってしまうと、大きいから、でまあ行きが別々になるのはいいんだけども、その自分の彼女がベルトコンベアで流れてくるのちょっと
さすがにちょっと複雑な気分になるっつって、あそうです、あとはって聞いたらなんかそのツーリングに行くと、で、あゆみちゃんを背中に固定してちょうど二人乗りのような形で走るんです、でまあ最初楽しくこうツーリングしてるんですけども、高速入った途端、あゆみちゃん風でグラングランそれがめちゃくちゃ怖いと、まあでもそんなことがありながらも付き合ってたらしいんですよ、本当にやっぱハマっちゃってそこで、でそっから1ヶ月ぐらい経った時に電話があって書いてあるから、どうしたのって聞いたら、あゆみちゃんと別れましたと、逆にもう付き合ってたんだと思ったんですけど、で何があったのって聞いたら、まあ、ずっと毎日好きで、一緒に大体寝てたんですね、そしたら最近どうもそのあゆみちゃんからおっさんの枕の匂いがすると、まあおっさんの枕だからねまあそうなんですけど、さすがにこう毎日毎日おっさんの枕の匂いを嗅がされると、あ俺たちは所詮おっさんと枕なんだっていうことを叩きつけられるんですね、でもうでしかもその匂いからやっぱりこう、あ俺ってもうそういう年なんだっていうことで、でもいつまでこんなことやってんだろうっていうことで結局冷めて別れた、あそうなんだ、じゃあ捨てたのって聞いたら、いやさすがに捨てるのはかわいそうなんで、あのカバー外して普通に枕として使ってると、普通のおっさんと枕の関係になったんですあんだけ付き合ったんだよマイクルまで乗ってたのであ引き剥がしたあゆみちゃんどうしたんやろな、そうです、こっち側はもうあゆみちゃんじゃないのでもう捨てちゃったんですよ結局もう冷めちゃったんで魔法が解けた、怖い怖い話、じゃあどうしましょう、どうしますか、シガニーウィバーカーっていう話にしますめったにないからねそんなこと言うことはね、もうね忘れもしません、この3ヶ月ほど前、はい、4月の7日です、うん、その日は、お昼の2時から仕事やったんです、だからまあ1時半に家出たらまあいいんですけど、はいはい、寝てたんですゆっくりね、10時ぐらいにはぁって起きて、あやばい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 、どうしようどうしようどうしよう、なって、っていうのは僕あの5年ぐらい前から、まあ、家に、はい、あのお掃除に入ってもらってるんですよ、うんうんうん、でこれは、フィリピンのジョイさんっていう方なんですけど、うん、ジョイさん、そのジョイさんに5年前からあのお掃除入ってもらってるんですね、うんうん、ほんでそのジョイさんはもともと俺が住んでたマンションと契約してるところで働いてる方で、そこに頼んで来てもらってたんですよ、うんうん、でジョイさん の, そのお掃除具合がすごい合うんですよ、はい、すげえいいんですよ、うんうん、ほんで僕は結局そのマンションを出ることになったんですけど、こうジョイさんは日本語喋れないんです、うん、で僕は出る、でもジョイさんに引き続き新しいマンションもやってほしいから、これを管理人さんに頼ん で,、うん、で管理人さんが英語で伝えてもらって、うん、でそのまま今僕が住んでるマンションもジョイさんがそのまま来てくれはることになったんです、うんうんうん、だから今もジョイさんがやってくれてあるんです、うん、でたまにジョイさんが例えば体壊しましたとかっていうメールが英語で来るんです、で僕はそれをアプリで翻訳みたいなんで訳してあ体ちょっと壊してあんのかとかで OK ですよとかいうのをまた英語で送ったりぐらいのやり取りはしてるんですけど、これが僕一回もジョイさんと会うたことないんです、5年間、月曜日の11時にジョイさんは毎週来てくれるんです、で僕笑っていいと思うなんで、僕がいない時にジョイさんがやってくれてあるんですよ、ね、4月の7日、いいともが終わって初めての月曜日、おーあーってそうかとジョイさん来る、うん、このままやとジョイさん来てしまう、これもう2時やけどもう家出ようと思うけれども、うん、いや今は出たとしても、うん、まあ、来週も、うん、再来週もジョイさんは月曜日の11時に来ると、うんうん、どうしようって掃除できへんしなジュニアあったらな、はい、そうなんですよ、うん、どうしようどうしようって言って、でもでスケジュール調べたら来週からはじゃあ水曜日の午後3時からやったら来てもらったら、また俺の仕事の都合でジョイさんに会わなくて掃除してもらえる、来週からは水曜日の午後3時にお掃除をお願いしますよっていうのを、俺のこの語学力で英語で打つのは無理やと、今も会うしかないおう、でも覚悟を決めるね、はい、
初めてのジョイさん俺ね自分のリビングでなんでこんなドキドキせなあかんねんもうバックバックしてんすよもうすぐだなもうすぐだなって11時に買っちゃって来たんすよ、うん、はい、ジョイさん来たと思ったらジョイさんも、うん、あれ靴あると思ったんですよね、うんうん、あれ靴あるぞ奥になんとなく人の気配するぞって思ったんでしょうね、うんうんうん、ジョイさんが廊下を、うん、ヘロー ヘロー シガニーウィバーか事件の匂いがなんか感じたやつなジョイさんなヘロー、まあうちねもう娘が今もう4歳なんですよ、はい、でまあまだだからちょっと1年ぐらい前なんで3歳ぐらいの時かな、はい、で女の子なんでねやっぱこうどうしてもね、はい、あのプリンセスが好きなんですよ、はい、であのシンデレラとかね、はい、ああいうなんなんすか今やったらそれこそアナとなんやらとはもう、はい、全部あの女王でしょ、はい、あれ大好きなんですよね、はい、当時その時1年ぐらい前にあの、白雪姫が好きで、はい、で、リンゴをね、はい、ガブってかぶってねはい、で死ぬんですよ、はい、で俺にキスせえって言うんだよ、はい、でピッてキスしたら、はい、うわすごいっすよ復活するんですよ、はい、このくだりを1時間に7、8回掘り込んでくるでしんどいなって思ってたんです、はい、だから飽きてきたら今度チェンジなんです、はい、僕が今度白雪姫でもガブってやってへーって死んで、はい、でキスされるの待っててでされたらもうふわーってやって、はい、ケタ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 笑ってるんです、はい、何がおもろいねんって思いながら、はい、だからそんな時にねある時その嫁のお父さんお母さんだからおじいちゃんおばあちゃんも家遊びに来て、はいはい、でみんなで晩ご飯食べてでまあ食べ終わった後団らんしてたらそのうちの娘がちょっと片隅に読んでまた例の下りをやろうぜってなるんですよ、はいはい、まあしんどいなでも向こうはもうなんか触ってるから、はい、まあまあ大丈夫よこっちでやっとこうかでまたまあ娘ガブっててウェア死んでキスして、はいはい、ねで今度また飽きた頃にチェンジチェンジ、はい、そうかと思ってでまた僕ガブっと噛んでウェアウェアウェアって死んでキス待ってたんですよ全然来ないんですよ、はい、何やろ長いなと思って、はいはいまあ長いなと思って、はい、うっすら目上げたらね、はい、おじいちゃんの手掴んでこう引っ張ってるんですあらまさかあれ、いやいやない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 初老と老人やから混ぜるな危険ですよこんなない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 って言ってそっから1時間ずっとこね出して娘がもうもう何ルールがわからないって言ってわからんのはこっちじゃって言ってまあまあそんな話なんですけどあっつ嘘でしょすごいですねあのまっちゃんが家で子供にキスしてるんですよ僕あの、まあ、普段コンビでやってるんですけど、ね、結構一人の仕事も、うん、ピンの活動もまあ多くて、うん、多くてっていうかもうほぼ会わへん期間の方が長い時あるんですよね あるあるでこう僕コンビなんですけど、うん、マネージャーからは、うん、お互いの仕事のやつが全部メールで送られてくるんですよ、うん、だから僕が何やってるか相方も知ってるし相方も僕が何の仕事やってるか知ってるんですよね、うん、で僕大体収録が多いんですけど、うん、僕の相方何なんこの仕事みたいなのがあるんですよね、うん、で、びっくりしたのが、うん、あのスポーツジムのティップネス営業、うん、スポーツについて語るイベントですと、うん、で出演サバンナヤギ、うん、中山きんに君、うん、ティップネスインストラクター笹井さんってなってたんですよ誰と何の仕事すんねんとすごい仕事ほんでその当日の2日前ぐらいに、うん、笹井さんのスケジュール NG のためバラシになりました誰のスケジュールでバラされとんねんみたいな笹井さんに振り回されてる笹井さんでアウトなのかいってで結構そんなのがよくあるんですけどこの間びっくりしたのが、うん、あの僕テレビの番組大阪で収録やったんですよ、うん、でヤギ園田競馬場で、うん、ゆるキャラのちっちゃいおっさんの、はい、愛犬と15分漫才って感じたんですよ、こんなこと
ことあるかと。ゆるキャラのちっちゃいおっさんと漫才だけでもなかなかない話だった。ゆるキャラのちっちゃいおっさんの愛犬と15分。まず愛犬おることも知らんかった。何やこれと思って、ほんで僕相方に聞いたんですよ、これ何なんて。いや俺も分からへんと。でも多分ちっちゃいおっさんに愛犬のゆるキャラがおるんやろと。なんかちっちゃいおばはんっていう奥さんがいたりとか、はいはい、ゆるキャラのちっちゃいおっさんの愛犬っていうゆるキャラがおって、そのゆるキャラと15分漫才するやと思うと。でネタどうすんの。いや何にも決めてない、当日中の人とネタ作るわって言ってたんですよ。15分長いで。でもまあなんとなくいけるんちゃうみたいな感じだったんですよ。ほんでその日僕朝仕事も一緒やって、新聞にも結構でかく広告載ってるんですよ。園田競馬場15時サバンナヤギとちっちゃいおっさんの愛犬と漫才って、ちっちゃいおっさんそっくりのゆるキャラの絵が描いてあったから、あこういうことなんやと。ほんで僕普通に収録やって終わって東京に帰ってくる新幹線で携帯見てたらツイッターに僕のファンの方がそれ見に行ってたんですよ。ヤギさんがそのだけ場所で大変なことになってますどうしたって言って写真が添付してあったんですけど、ゆるキャラでも何でもないこれぐらいの普通のパグを僕の相方が舞台でこう連れてる写真だった。ゆるキャラのちっちゃいおっさんの愛犬って普通の犬なんて思ってびっくりして僕。ほんで次の日に相方にすぐ聞いたんです、あれ一体何やって。いや正直俺もびっくりしたと。相方さん入っておられますって言って楽屋通されたら、柱に一匹のパグが来たで、僕の相方の弁当を食うてるんですってで普通怒るけど、まあこれもコミュニケーションかと思ったらしいんですで、この犬と15分やってくださいって言われたんですね。犬と15分ってどうしようってなって、普通断るじゃないですか。で僕の相方はでもやれって言われてるし、やらなあかんと。で僕の相方が唯一思いついたネタが、わーって犬連れて行って、この犬天才犬なんですよ、 1+1 はって言おうと。ほんなら僕の相方の想定では1、1個少ないわで、か1-1すごいでしょ、か、はい、ワンワンワン一個多い、どのパターンでもいけると。資格なしやった僕の相方の考えではどのパターンでもいけるぞっていうことでパグ連れて舞台に出て行ったんです。ほんでお客さんはパグやん、ヤギさん連れてる犬やん、何これみたいな。で 1+1 はって振ったら、はい、パグが何にも吠えずにまあそうだよね言いながらステージを走り回るらしいんですよ。だから15分僕の相方は 1+1 は 1+1 は 1+1 はって尋ねてる横でパグがハッ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 って言ってるだけの15分なんですよ。あまりの地獄絵図に最後の2分大爆笑やったらしいですよ。継続は力やな。ほんでさすがにそれ僕マネージャーに怒るやろなと思って、僕の相方もう犬とは無理やでって言うかなと思ったら、ちょっと今後吠えへん犬はやめて吠えたら OK なんかよお前あの人すごいね、あの人ええわ、あの人いいと思うわ。じゃあ僕はお母さんの話、お母さん、はい、ちょっとあの僕のおかんですね、まあありがたいことなんですけど、うん、すごく僕のことが大好きなんですね、うん、まあ好きすぎるというか、はい、まあ今こうテレビ出させてもらってても、うん、まあどちらかというとこうわーって悪口言われるのが多いですけど、うん、それでもまあ録画とかも全部撮ってくれて、それも全部見てくれてるようなおかんなんですけど、うん、まあ、まあ学生時代中学生の時とかに、うん、中学の時に初めて一人部屋というものを持つようになったんですよ、うんうんうん、その時やっぱり中学生思春期の頃なんで、やっぱ見られたくないものも部屋にはたくさんあるじゃないですか。で何回言っても勝手に入って掃除してたりするんですよ。でだからエッチな本とかもね、見えないように僕は隠してるわけなんですけれども、勝手におかんが入って掃除してバックナンバー中に並べてたりとか、いや一から綺麗に並べんでええねんとか、このエッチな本を出したまんま
学校に行ってしまったことがあったんですね、うん、中学校の時に。でうわ最悪やと思って帰ったら、うん、そのエッチな本の横に置き手紙が書いてあって、うん、ゆうすけへと、僕ゆうすけって言うんですけど、ゆうすけへ、この写真に載ってる女性よりお母さんの方がまだまだイケてませんかみたいな書いてあるんですよ、まあ、それぐらいまあ僕のこと好きなんですよ。そのそういうちょっとまあきついのはきついですきつい、はい、きつい、まあ、きついとは思うんですけど、でもありがたいじゃないですか。ただそんな愛してくれてるのはね。で一番嫌やったのが高校生の時に初めて彼女ができたんですよ、うん、で彼女ができて、うん、今まではずっとあの電話ボックスに行って電話をしてたんですけど、うん、我が家に初めてコードレスの電話が来るってなって、はいはいはい、で親機と子機に分かれるんで、子機で自分の家でこう電話ができると、彼女と、で、まあ、子機でこう彼女と電話してたんですよね。でも初めての彼女なんで、まあ、ちょっと歯の浮いたような好き、まあ、なんていうんですか、今から会いに行きたいわとか、またどこどこ行って抱きしめたいねんとか、まあ、そういう会話をね。まあやっぱり初めての彼女ですからしたいじゃないですか。でその会話をおかんが親機で全部聞いてたんですよ。あの昔のコードレス電話って親機で聞けたんですよ。全部聞いてて、はい、でその彼女と電話をしてまして、はい、まあ最後切り際にちょっと好きって言ってや、うん、彼女に対してね。で「いやや恥ずかしい、うん、好きって言ってや」「じゃあ嫌やって恥ずかしい」みたいなやり取りを、まあ、何ラリーかやって。うんうん、で電話を切ったんですよ。で僕2階の部屋やってね、2階から1階のお風呂にバーッと入ろうと思って1階に降りたら、うん、おかんが僕を呼び止めて、うん、ゆうすけ、お母さんはゆうすけのこと好きやでって言われたんですよ。おかしいな、めちゃくちゃ聞くだったそれは。全部聞いててそんなこと言われると思ってなかったんでそれは辛かったですね。気持ち悪い。あのこれ僕高校2年の時の話なんですけど、あの高校2年の初めぐらいに、あの全員でこうなんか麻雀打つのが流行ってたんですよ、はい、んでなんかルール教えてもらってやっと打てるようになって、じゃあ4人で打とうか言うて、ほんで友達の家であの麻雀してたんですよ。で友達、まあ、実家じゃないですか。ほんで静かにこうチャラチャラ、夜やったからこうあんまり音刺さんようにとかして、ほんでずっとやってて、で結構やってたんですよ、長い時間で。その間にみんなトイレ行ったりとかね、なんかいろいろしてて、ほんで、夜中3時ぐらいですかね、あのもうちょっと帰ろかみたいになって、ほんでこうこたつでやってたんですけど、冬やったんで寒かったんで、でこたつでやってたんですけど、で出ようかって言って出た瞬間になんか何やこの匂いってなって、天草ってなったんですよ。あの天草ってあの何ですかね、あのちょっと甘みがある天草っていう何やこの天草いのってなって、ほんでみんなでこう開けそのめくったら天草ってなって、何やこの匂い、何やこの天草いのっていう。ほんで友達が足に言って俺や天草いのって天草ってなって、ほんであお前け言うて匂って天草って言うて、ほんで、あ、うわ、なんやこれ言ってたら、うん、その遠い目に寄った友達も、うん、俺も天草いってなって天草ってなって、うん、ほんで全員に寄ったら全員が天草ってなって、うん、何やこの天草いのって言ってたら、うん、その家の友達があっってなって、うん、おじいちゃんの家がよ、あの部屋が横やったんですけど、うん、おじいちゃんとこ行って、うん、おじいちゃんって言って、うん、おしっここぼすなやって言って、うん、ほんなら、うん、すまー聞こえてきたんですよ。で、しょんべんって言って、で、この甘みなんやねんと、臭いのわかると、でもこの甘みなんやん言ったら、ちょっとこの甘みなに言ったら、その友達が、いや糖尿やねん、じじい、糖尿の甘み、こんな甘さなんの、っていう話。あー俺も嗅いだことないけど、そうなんや、めちゃくちゃ甘くさい、また温められて、アリが寄るとか言うもんね、おしっこにね、検索ワード甘くさが上がってくる。15、6年ぐらい前に、はい、地元に大きい病院があって、うん、でその親戚のお見舞いに行ったんですよ、うん、そしたら、まあ、ロビーで待ってたんですけど、
そこのロビーに、まあ、おじいちゃんおばあちゃんたちがこうたくさんいて、そこに白衣を着た、まあ、60過ぎぐらいの、まあ、院長先生的な人がバーって歩いてきて、でなんかそこにいるおじいちゃんとかおばあちゃんとかに声をかけてるんですね。どう具合どうとか言ってたんで、それをなんとなく見てたんですよ。そしたら奥の方からそれも60過ぎぐらいのちょっと不調さん的な、看護婦の方がブワーって走ってきて、おじいちゃん何そうやって勝手に白衣持ち出してっつって、そこで揉み合いになったんですよ。要は勝手にそのおじいちゃんが白衣持ち出して院長先生をコスプレしてそこで見てたんですよ。でもおじいちゃんそこで譲らずに、うるせえなこの野郎とか言ってうわーって揉み合いになって、わどうすんどうすんどうすんのって思ったら、奥の方からまた50過ぎぐらいのまた不調さん的な人が来て、また二人ともそうやって勝手に白衣着てっつって二人とも連れて行かれたんですよ。何それ。二人ともそうだった。短編小説。すごい。すげえ。なあ、奥深いな。奥の深い話。まあ、僕らこうよくしょっちゅうマネージャーが変わるんですけど、僕に何年か前についてたマネージャーが竹林っていうマネージャーなんですけど、まあほんで吉本のマネージャーってこうできる人もおれば全然できへんっていうか仕事ができへん人もいるんですけど、その竹林は僕が歴代ついたマネージャーの中でももうナンバーワンのミスターパーフェクトなんですよ。だからもうノーミスなんですよ。全てノーミスで終わらせるという完璧なやつなんですよ。ただちょっと過剰に真面目なところがありまして、例えばまあ入り時間とかの連絡がメールできたら、11時日テレ昼なんです、出演南原清隆かっこうっちゃんなんちゃん、これいらんやろみたいな。相方内村照これいらんって思ったんだ。ただもうめちゃくちゃ完璧に全てを完璧にこなしたいやつなんですよ。だからもうその連絡とかもちゃんとするし、言われたこともちゃんとこなすんですよ。でその当時僕らと木村雄一さんのマネージャーやってて、木村雄一さんでキム兄って結構こうまあ言ったら細かいというか、ちょっとミスしたら怒られるっていうのがあるんですけど、竹林はノーミスでずっと来てたんですよ。木村さんの全ての言われたことを完璧にこなしてたんですよ。珍しい。でもこのままパーフェクトで木村さんのマネージャーを終えたいという竹林の気持ちがあったんですよ。である日木村さんが仕事終わって帰る時に、明日虹入りやなっておっしゃったんですよ。でも木村さんって普段結構声のボリューム下げ目なんですよ。ちっちゃいですちっちゃいです。はい、で竹林はなんて言ったかちゃんとわからへんかったけど、とりあえずはい返事したんですよ。はい、ほんなら次の日ほんまに2時入りやったんで、ノーミスで終わったんですよ。でも竹林は木村さんが明日2時入りやなはいって言うたと、俺は木村さんから何か明日頼まれたぞと、でもはいって言うてしまった。でももう一度電話して聞き返すのはこれは できないぞと、聞き返したら完璧じゃなくなりますから、聞き逃してたらダメだ。ノーミスで来たからな。なんて言ったんだろう、明日じいやな、明日じいやな、明日じいやな、明日ネジ持ってきてや。竹林の中で G が結構強かったらしくて、明日ネジ持ってきて、木村さんは明日ネジがいるんだってなったんですよ。竹林は木村さんにネジの形状を聞くのを忘れたと。ネジもいろいろあるからな、サイズ感、上のところどんなネジを買ったらいいんだ、木村さんはどんなネジを欲しておられるんだ、聞き返せない。でもネジを持っていかなければということで、ホームセンターに行きまして、ありとあらゆるネジを返してまして、次の日ポッケパンパンなんですよ、ネジで。そっから木村さんはネジ注文しないんですけど、竹林はいつネジを言われるか分からへんから常にポケットにはネジが入ってるんですよ。で木村さんに竹林って言われた瞬間、もうネジをこうバーッと全てのネジを検索して、今日もネジはなかった、明日もネジはないのかって言って、結局やめるまでネジは使われた。すごいな、すごいな、すごい声な。え、で今何してんの。今大阪で、カオスボタン師匠のマネージャーを完璧にこなしてます。
だからその僕のマネージャー変わって大阪行く時に、良ければ好きなネジをあのこれ本当1週間ぐらい前の話なんですけど、はい、僕最近まであの映画の撮影で佐渡島に行ってたんですね。で1週間あって、うん、あの中日あの撮休やったんですよ僕一人だけ、うんうん、ほんで、まあ、お昼頃起きて、うん、で佐渡島って初めてやったんで、うん、あええとこやなと思って缶ビール持って、うん、まあ、ちょっとタバコ吸いにちょっとあの海岸のとこ行ってタバコ吸ってたんですよ、うんうんうん、で海がこうザーッて言ってて綺麗なとこやなってぼーっとしてたら、うん、向こうの方から80歳超えてるようなおばちゃんと、もうおじいちゃんかおばあちゃんか分からないですけど、そういう老犬ですよね、そういうのちょっと中型犬みたいなのと向こうの方からこうなんか散歩してはったんですよ。で、ああええ光景やなと思って見てたんですよ。でその犬がおばあちゃんの速さに合わせてるみたいな、なんかすごいいい感じやなと思って、ああなんかええな思いながらタバコ吸うてビール飲んでて、でまあ海見てたら向こうから歩いてきてたんですけど、そのね散歩、うん、なら「へえへえへえ」みたいな声が聞こえてて、何やろうなと思ったら、その犬がちょっと「へえへえ」って言うて変な咳してるんですよ。で、あ変な咳しとんなあの犬大丈夫かな思いながら。タバコ吸いながらまた海見てたんですよ。ほなまたおばあちゃんのゾウリもザッザッてちょっと耳に入ってくるようになって、うん、ほなまたへーんへーんって犬言うてるんですよ。お調子悪いなあの犬思って、で、ね、ずっとへーんが気になってだんだん海よりその犬気になってきたんですよ。ほなそのへーんってやってる時はおばあちゃん止まってるんですよ。でまたその変が落ち着いたらまたずーっとおばあちゃんもこう行くんですよ、うん、ほんでだいぶ近づいてきたんですよ、うん、ほんでその犬見てたらもう毛並みも変で、うん、ほんでもう目やにもドローン出てて、うん、あこいつ調子悪いなと思ってて、うん、ほんでずっと変変変って言ってて、うん、だいぶ近づいた時に変カッってなって、うん、なんかバーン出たんですよ、うん、ほんで見たらなんかちくわが、うんなんかボロボロの切れかけてるようなんやけど一本のちくわがブラッって出た。ちくわ出た思ったんですよ。あちくわ出たと思って、それが喉に詰まってたんかなほんならブラッって出て、ほらその犬がちくわやのにゲボやのに急にやりだすんですよ。ほんで毛でもなんかあのうんこした後すんのこいつをシャーシャーってやりだして、でもシャーシャーやってるおばあちゃんこのままなんですよ。ほんでその犬がバーッ蹴り終えて落ち着いたら、ほんでまたははもう歩き始めはったんですよ。ほんでその辺やったから何やろなと思って、ほんで犬通って喋りかけようかなと思ったんですけど、ちょっとおばあちゃんももうなんかボーっとしてはったんで、そのまま行きはったんですよ。だから行ったなと思って、何やったのと思ってちくわ入っとるしなと思ったら、向こうの方でへんって聞こえたんですよ。で、あちくわやなかったやの席そういう話です。ちくわやなかった話。ちくわやなかった話。てっきりちくわや思ってました。ちくわや思てましたもん。ちくわやと思ってた。ちくわやなかった話。ちくわやなかった話。元からすごいな。短いお話。あの最近なんですけど、まあ僕もツイッターをやってまして、あの村本みたいに、まあ何かしらにふっかけて。炎上するとかではなく、うん、シンプルに毎日炎上してるんですね。なんでやろな、はい、だから毎日まあ朝とかねおはようってつぶやいたらおはようみんなからお前は目覚めるなって書いてある、はい、見事よな、はい、でおやすみって言ったら永遠にって返ってきたり、でこのフジテレビの局でモノマネ番組があったんですけど、モノマネ番組であのラルクアンシェルのハイドさんのモノマネをやったオンエアの次の日、ツイッターがすごいことになってまして、でまあスマートでこうスクロールしてたんですね。ずーっと悪口が並んでるんですよ。でどれぐらい続いてんやろうと思ってずーっとスクロールしてたら、そのままスマートフォンの電池がなくなったんですね。それぐらい悪口の量が半端なくてですね。で
った後輩が、そんなに悪口が来るんやったら、今シズカッターっていうアプリが流行ってるんで、これやってみたらどうですかって言われたんですよ。で、まあ、そのシズカッターっていうアプリがドラえもんのしずかちゃんをモチーフにしたアプリで、まあ嫌な言葉とか悪口をそのシズカッターで変換ってしたら、いい言葉に変えてくれる、しずかちゃんみたいな綺麗な言葉に変えてくれるっていうアプリがある。これめっちゃ流行ってるんで、これどうですかって言われて、まあやったんですね。で、例えば井上嫌い、しずかッターで変換ってやったんです。だから井上将来的に愛すべき存在かもね、まあ嫌な気持ちにはならないじゃないですか。で、例えば井上消えろって言ったら、井上愛を持って生き続けなさい、まあ、ちょっと無理やりはあるけれども、うん、まあ前向きないい言葉に変えてくれるんですよ、うん、ほんだらこれええやんけと思って、ツイッターで一番僕に来る悪口が、まあ、井上気持ち悪い、これ一番多いんですよ、うん、なんでじゃあこれやったら静かったで変換したら気分も悪くないしええやんと思って、井上気持ち悪い静かったで変換ってやったら、井上生理的に不快、もっと嫌な言葉書いてあるんですよ嘘でしょってなって、生理的に不快感じがすごいなって書いてきます今なあ、もうしょうがないな、 まさか静香ちゃんがサジ投げると思わなかったあの静香ちゃんがな余計つらかった。あの小学校6年生ぐらいの時に、はい、まあ、うち5人家族やったんですけど、まあ、男3人ですよ、親父と兄貴と僕と、はい、で、当時って今はまあほらいろんなパンツね、いろいろあるじゃないですか、デザインもカラフルになってきたし、はい、でも僕のそんな小学校6年生ぐらいの時って、もう本当に白のブリーフ、はい、軍勢の白のブリーフみたいなのしかなかったんですね、はい、で親父と兄貴と僕でしょ、で全員軍勢やから、結局大中小の真っ白のパンツがあるだけじゃないですか、はい、でおかんがさ洗濯して、はい、まあ、おかんもそんなもんもう忙しいし、雑に親父のタンスに適当に、俺のタンス、兄貴のタンスに適当にパンツ掘り込みますよね、はい、なもう何度かでしょ、年に何回かやっぱ親父がわしのパンツがないと、わしのパンツがまたないって言って、高広のとこ見たら一品が入ってるし、わしのパンツはどこやんみたいなことで、わしのパンツで着れるっていうのがね、年に何回かあったんです。でとうとうそれで親父がもうほんとブチ切れてしまって、で一品マジック持ってこいって言って、でまあ、うちのお父さんちょっと変わった方なんで、この軍勢のパンツの真っ白のパンツのめちゃめちゃでっかく、はい、お父さんってお父さんお父さんって書いてある、父じゃなくて、父じゃなくて、まあ、ひらがなでお父さんって本当にでかく書いたんですよ、はい、うわ嫌やなって思ったんです、はい、僕も思春期やったし、はい、で何よりもうちはお風呂がなかったから、はい、銭湯なんですよ。お前マジかとお前それで行くのかと、で僕も当然行かないといけないんですけど、もうそれからやっぱ親父とは一緒には一緒の時間はもう避けて、はい、銭湯行くようにしたし、なんなら親父が行く違う銭湯にちょっと先のとこに行ったりとか、はい、してたんですよ、してたんですけど、だから親父がその銭湯でそれを履いてるのは僕は見ることはなかったんです、はい、でも学校行くと友達がね、マッツン、マッツン昨日お父さん見たで風呂屋でお父さん見たでっていう、でもそれ以上深くは友達も言ってこないし、僕も聞かないんですよ、ああそうなんやっていうことで、でもまあ他の友達もマッツン昨日お風呂屋さんでお父さん見たでお父さん見たでってこう言われて、で僕ある時ふっと気づいたんですよ、そんなことがある前みんなは昨日マッツンおっちゃん見たでって言ってたんやと、あれを機にお父さん見たでで変わったっていうことは、親父のパンツの擦り込みが半端やなかったよ、擦り込みのこの視覚からの訴えかけが半端やないんやなっていうことが分かったっていうのそうなってきますよね、そうなってきましたね、そんな思春期の僕の悲しい話、今回ここにしに来たと言ってもいい、言ってもいい、どうしてもこの話をしに来たんです私は、うん、ね、うん、前回の、うん、滑らない話出していただいた時に、はい、オンエアが終わった後にすぐに、
ツイッターが炎上しまして、その中で一番多かったコメントが、うん、あの星が出た時に僕は手を挙げたんですよ、うん、それを僕は全部で、まあ、その2回星出て、うん、2回とも手を挙げたんです、うん、それによって他にも喋れない人がたくさんいて、うん、それに対しても腹立つ滑らない話ファンの方が多くて、うん、なんでお前が星で手を挙げんだみたいな、うん、他の人にも譲れよみたいなことが結構言われたんですよ、うん、ただねこれちょっと言わせていただくと、うん、それは滑れない話の収録の3日前に、うん、木村雄一さんにご飯に連れて行っていただいたんですよ、うん、でそこで、うん、村本よと、うん、俺は滑らない話で星が出た時に、うん、手を挙げへん後輩は腹立つと、うん、あそこは若手やったら俺が全部言ったるってぐらいで手を挙げなあかんと、うん、っていうことを言われたんですよ、うん、だから炎上するんやったら木村さんのツイッターが炎上すべきと僕は思うんですよ抱き込むなよ木村さんが言ったんですか僕は言われた言われただから言ったんですよその話は知らないからねほんで2個目がね2個目聞いてないよ。炎上なのじゃ。炎上いやもう一人いてやん。そういうことじゃなくて、うん、この炎上した理由の2個目ですよ。また炎上するぞそれ。理由の2個。理由が何個かあんねんな。全部3つあるんです。でその2個目が3つあるの。3つある。聞いてなかったもんな。腹立つですね。2個目がね、なんかそのお前はとりあえず面白くないと、うん、あんなもん見せるなみたいな、うん、でめっちゃ怒られたんですよめっちゃ怒られた。ただ、うん、あれは、うん、その編集で出してるということはもう OK ということじゃないですか、うん、僕はただ喋っただけじゃないですか、うんね、でこのオンエアをした偉い人がね、うん、あの佐藤さんっていう方がやってらっしゃるんですよ、うん、佐藤はい、ツイッターやってるんですよだから佐藤さんのツイッターが僕は炎上すべきだと思う泣き込むなって加藤さんがじゃあ OK 出して出したわけですからで、ね、最後がサイコロの、ね、数が出過ぎだと、うん、もう出過ぎに限っては、うん、もうこれはもうしょうがないことじゃないですか、うん、それはもうこの台と、うん、このサイコロの相性の問題じゃないですか、うん、で調べたらこの台を作ってるね、うん、メーカーがあるらしいんですよメーカー、はいうん、そこの社長が炎上すべきと僕は思うんですよでこれを僕がね言ったことに対して、ね、その前回のツイッターでまあいいけどなどうせお前はこれが最後の滑らない話だからなということをいっぱい書かれたんですご愁傷様最後の滑らない話お疲れ様でしたって書かれたんですよでも現在僕今ここに出てるじゃないですか、うんうん、出てるよだからそれ書いた人見てたらちょっと一言だけ言わせてもらっていいですか、うん、俺の勝ちやの何やよ俺の勝ちやのそれを言いたかったんだ何やねん今の話そんなに勝ってないけどまあすっきりしましたまあまあすっきりしましたよかったよかったよかったねよかったいろんな世の中いろんな事故がね、うん、あるじゃないですか、うん、あるでしょね、うん、いろんな事故があってでも事故には会いたくないなというね、うん、ことを思うんですよ、うん、ねでいろんな事故があって、うん、例えば人と会話してても事故ることがあるじゃないですか、うんはい、なんで今それ言うてもうてみたいな、うん、ねこれ偶然のね、うん、アクシデントあのダジャレ事故がねダジャレ事故がねあって例えばねそんなつもりないんですけど馬肉食べてうまーとかあー事故ってるなーってこうね思うんですで後輩なんかもよくねあのあ兄さんタバコすいませんはいはいはいすいませんやんっていうねまあ事故ってあるなとでもそれをそうは言いません僕はただただ気になるだけで、うん、ね、うん、あ今事故にあったなとか、うん、もう自分がもう正面衝突したことがもう忘れられないです、うん、で、うん、気をつけてるつもりなのに、うん、これはね松本さんも一緒にいたと思うんですけど、うん、まあある、まあ、テレビ関係者でもう辞めはった人が、うん、どうしてこう喋ってて、うん、その人が最近ちょっとこの男性としての元気がないんやと、うんあらね、ほんでまあそういうところで、こう処方していただいて、はい、そのお薬を飲んで元気にしてるんやみたいな話になって、はいうんうん、普通の元気のない人たちはまああんなも半錠やと、うんはいね、一錠半分割ってで元気が出るのに、うん、俺はもうジュニア2錠飲まな、うん、もうあかんねんって言われた時に、うん、それは立ち悪いっすねって言うてもうこれがねわざとならポイントですけど も,、うん、もう偶然の場合はこれ事故です、うん、もう顔真っ赤っかです俺、うん、なんでここでそれ言うのみたいな、うん、ね、うん、で、まあ、
あのいろんな人も事故られて、あ事故ってあるな、あ、うん、俺松本さんが今ちょっとこすったなっていうのを覚えてます、うん、温泉行って、はい、近所の酒屋で、うん、高い日本酒買って飲んで、うん、おいしいな、ジュニア、おんまつがうまいな、うまいな、こんなもん言って松本さんが、うん、こんなうまい日本酒うちの親父一生飲まれへんやろなって、うん、そこで一生はちょっとこすったなあ、でもそれ言われへんし、はい、今こすりましたねとは言われへんし、はいみたいなことがこうあるよ、あるあるっていうダジャレ事故ある。だから一方で、うん、T シャツ事故っていうのがありまして、ほう、うん、まあ、簡単に言うと例えばなんで今日それ着てきたんっていうね、ディズニーランド、うん、キティちゃんの T シャツで、うん、もうネズミ逃げ惑うでみたいなことがね、うん、あって、後輩と毎年あの沖縄行くんですけど、うん、ほんなんなんでそれやねんみたいな、後輩が、うんうん、グアムって書いてある当てつけかと来年こそはかたまたまなんやろうけどね。昔、うん、あのまあ、賭博で捕まり合った野球選手の方が、うん、家の前でインタビュー受けるみたいな時に、うん、トランプの柄なんですよなんでそれ来たインタビューあんのにもうね、自分もあります、うん、最大の T シャツ事故があって、それこそ十数年前にヒロミさんが司会やってはったんですよ、特番かなんかで、ほんでね、我々あのベトナムでロケやって、それを中継でつなぐみたいなのがあったんですよ、で、あの東京のスタジオはヒロミさんがいてはって、福留さんとヒロミさんがやってはって、ほんでその時にベトナム初めて行って、なんだかんだで向こう安いんで T シャツをね、バッと買ってきて、でね、一時俺着てたんですよ、赤で、黄色い星のベトナムの国旗の T シャツなんですよ、それ来て歩いてて、家の近所にベトナム料理屋見つけて、あ、俺美味しいから、うん、あ、ベトナム料理好きなんで行こうって入ったんですよ、うん、入ったら、店員のユニフォーム全員その T シャツ、ベトナムのベトナムの国旗のってなって、もう俺入ってもうてるから、うんうん、座ってるし、ほんなら出てくる店員、出てくる店員クッって厨房からコック出てきてクッってほんで、まあもう帰られへんから頼んで食べてるんですけど、これもただのまかない食べてるあれだこんなどえらい T シャツ事故あんのか、ね、そっからこうやっぱ僕はあの無地の T シャツに被らないように何とかこうしていくようになるんですけど、そんなまあいろんな事故があるなと思う中、うん、この間、うん、初めての事故を目撃しまして、リズム事故リズム、うん、完全なるリズム事故、うん、シャレシャレの居酒屋さん行って、個室の何人かで行きました。で見てたら、あ、これとこれとお願いしますとか、店員さんに、あ、かしこまりましたとか、サザエのつぼ焼きがと、はい、あ、俺好きなんで、あ、サザエのつぼ焼きありますか、うん、はい、ございます、あ、人数分ありますかね、あ、ご用意できます、あ、じゃあお願いしますって言って、うん、やって、ほんでまあ来て、なんだなんだしてたら、店員さんが来て、はい、そんなつもり全くないんですけど、はっきりとサザエでございますリズム事故、サザエでございますって言った瞬間、自分の声が耳入ったんでしょうね、顔真っ赤言わんとおかしいね、なんかね、そうやな、違う会の名前言うわけにもいかんない、ね、サザエのつぼ焼きまで言うてくれって、それをなんか丁寧めにもやってはるし、ちょっと待ってねあ、みんなも水飲んで飲んで飲んで、ヒロミはね、いや何の話しようかな、うん、もう短いのにしようかな、はい、ね、もう簡単なの、まあ、うちの奥さん、うん、あの、ま、ちゃん松本伊代って言うんですけど、ちゃん、まあ天然っちゃ天然なんですよ、まあ僕長い間、ね、もう21年間付き合ってるんですけど、あの、まあ、子供が小さい時に、まあ、あの子供って家で落書きするから、はいはい、あの部屋にガーッて落書きをしてた、うんうん、壁にね、うん、おいおいおい何書いてんだよ、もうくだらねえ書いて、うん、こっちから一生懸命働いて家建てて、うん、ね、お前こんな書かせんなよ、うん、子供怒る、でも子供怒るのもかわいそうだし、うん、ママに、ママこういうのね書かしちゃダメじゃない、うん、ね、これはさ、やっぱりさ、ここに書いちゃったら、うん、どこでも書いていいと思ったらやっぱしつけになんないから、うん、まあまあこういうのはね、うん、書いちゃダメだよ、うん、いいけどね、だけどあんま一応書いちゃダメなんだよってちゃんと教えなきゃダメだよ、うん、ママっつって、うん、分かったっつって、一応ママから言いな、俺が言うとすげえ怒っちゃうから、うん、分かった分かった、じゃあ言ってくっつって話してくれたと思う、うん、で次の部屋行ったら、その壁にここに書いちゃダメってママが書いてママ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 
まあまあもうね、そんなのこんなネタ山ほどあの16だからやもんね。16だよある意味まだ16だから、ね、まあまあいいですよ。東海吉本に僕いたんですけど、そうですね、20年ぐらい前に劇場ができたんですよ、はい、で前の年に実は名古屋に吉本の劇場ができまして、その時のこけら落とし公演にダウンタウンさんが来られたんですね。でそれは何でかというと、名古屋事務所の所長さんがダウンタウンさんのマネージャーだった縁 で特別にダウンタウンさんが来られたと。で1年後福岡吉本に劇場ができた。当然なんか隠し玉的なそのこけら落とし公演 X 参戦みたいに書いてあって、で福岡吉本の芸人の中でそれはもうさんまさんだと思ってたんですよ。ずっと歴代さんまさんのマネージャーが所長だったんで、福岡に劇場ができたそのオープンおめでたい日はさんまさんが必ず来てくれると、みんなワクワク待ってたんですけど、当日来たのがちょうど吉本所属になったデーモン小暮さん率いる世紀末さんがやってきて、福岡吉本のこけら公演で世紀末のアコースティックライブっていうゆったりとした、なんて言うんでしょう、まあちょっとね、規模の関係であれなんですけど、まずこけら公演になんで悪魔を呼んだのかっていう問題と、こともあるか、規模の問題とはいえ世紀末の良さを全て打ち消すアコースティックライブってなんだそうね、ええ、あんまり大丈夫かこの劇場、うん、案の定2年ぐらいで閉館となりましたすみません短い話ですけど、まあそういうこともあるか、僕がデビューした当時まだコンビで活動してたんですけど、ある時、浅草の方で営業がありまして、それはどういう営業かっていうと、僕らとなんか動物マジックの師匠の2組なんですよ。で動物マジックって何なんだろうと思って、で現場についてスタッフさんに聞いたら、動物マジックっていうのはもう体のいろんなところからなんか動物を出すマジックだ、ちょっとすごいなと思って、なんか鳩とか出すのは見たことあるけど、動物出すってどんな感じなんだろうと思って、でちょっと面白そうだなと思って、自分たちの出番が終わった後すぐ僕客席に回って見てたんですよ。そしたらその動物マジックの師匠の出番になったんですね。でどんな仕掛けで出すんだろうなって思ってたら、70歳ぐらいの師匠なんですけど、もっこもこで出てきたんですねもっこもこでもうこんな感じで動いてるんですよ、なんかもうもっこもこで出てきて、うん、犬とか猫とか、うん、鳥とかを順番に出してって、うん、で出し終わったらガリッガリで帰ってきたんですただの入れ物やん、そうそうそう運んだだけだよ3ヶ月ぐらいこの前なんですけど、大阪で僕ナイトスクープっていう番組やらせていただいてて、はい、でそこで一つのネタでさっき松本さんとちょっと話したんですけど、34歳の男の人で、ほんでその人別に男性が好きなわけじゃなくて、でも今まで一回も誰とも付き合ったことなくて、でデートというものをしてみたいと、それ男でも女でも関係なくデートという行為をやりたいという番組に依頼が来て、うん、でその男の人とデートするのが僕だったんですよ、うん、で見てた見てた、どうすればいいかわからなくて、うん、ディレクターもわからないし僕もわからないし、どうやったらこの人の要望を答えることができるかということで、うんうん、でまあロケ中も試行錯誤しながら、うん、なんとかロケは撮り終わったんですよ、うん、でも正直頭も使ったし、まあ、ディレクターも他のスタッフも僕も、うんうんうん、ほんと疲れたなってことになって、うん、ロケ終わったの19時夜の7時頃だったんですけど、うんうん、そこから別に東京に帰れるんですよね、うん、でも今日はもうちょっと飲もうとスタッフとみんなで、うんうん、もう結構大変なロケだったからと、うん、っていうことで大阪に泊まって飲んだんですよ、うん、でスタッフと楽しく飯食っていながら酒飲んでまして、うん、まあ今日のロケの反省とか、あそこもっとこうすればよかったなとか、そういうことでワイワイ飲んでるうちに、まあ違う話にもなるじゃないですか、うん、だからそのディレクターの人結構僕より年上の人なんですけど、なんか飲んでるうちにそこで政治の話で喧嘩になったりとかして、うん、お前なんやねんその言い方みたいなことになり、うん、そんな考えちゃうわとか、そんな分かってないじゃないですかって言って大人とこうものすごく喧嘩になったり、うん、でも最終的には夜中1時過ぎになると、でも喧嘩したけど2人で今日いいロケ作ったなみたいな、うん、よかったよかったで握手していい夜やったなみたいなで終わったんですよ、うん、でその後僕ホテルに泊まるんですけど、いつもなんか局が撮ってくれるのはリーガロイヤルホテルとウェスティンホテル、まあ、いいとこ2つどっちか撮ってくれて、うんうん、でも僕リーガロイヤルホテルの方がサウナがあるんで、朝起きてサウナ入って東京に帰りたいんで、うん、あえてそこにしてくださいって言っていつもそっちに泊まってるんですけど、うん、その日はなんか都合かなんかでウェスティンホテルしか空いてないんで、まあ、そこも高級なホテルですから、うんうん、そこに泊まることになったんですよ。で夜中2時過ぎ頃ベロベロで一人でそこに帰りまして、で部屋に入って
洋服ももうベロベロだったら全部脱ぎ捨てて全裸でベッドの上にグワーッ寝てたんですよ。したらちょうど朝4時半ぐらいにおしっこしたくなりまして、でそのままおしっこ行こうと思っていつものリーガロイヤルに泊まる頭の中なんですよ、はいはいはい、構造が、はい、でもう寝ぼけて酔っ払ってるし寝ぼけていつもこう裸でこうわーって外行ってドア開けてトイレトイレって探してドアバンって閉まってふって気づいたらそれホテルの廊下だったんですよ。で要は全裸でそのまま廊下出てて、はい、いつも泊まるホテルはそのドアがそっち側のドアがトイレなんですよ、はいはい、でそのまま知らずに出てでも酔っ払ってるし寝ぼけてるから分かんないで初め歩いてて、うん、途中で便器がないことに気づいてふって見ると廊下じゃんってなって、はい、でそこからまずどうしていいか分からなくなるんですよ。でそういう時俺自分でもどうするんだろうと思ったんですけど、うん、そういう時全裸でもう全裸でしゃがみ込んでずっと考えるんですこうやって。でまだ酔っ払ってるからで考えて次に何考えるかというと、うん、あのまだ酔っ払ってるから念を送れば誰か助けてくれるとわけのわからない、うん、で助けてくれ助けてくれって言うんだけど、うん、誰も来るわけなくて、うん、でそれで徐々に気づくんですよ、うん、でその時に酔っ払って部屋行ってるから、うん、自分が何丸何号室かもわかんないんですよ。あら、うわもうで俺裸で今何やってんだこれってどうしようってずっと考えて、うん、もうこれは下まで行くしかないと、いやそれしか方法はないから、いやいやいや、うん、でもう一番嫌なのは、うん、他のお客とか、うん、ホテルの人に例えば女でも連れ込んで、うん、それでなんかトラブルあって外に出されたと思われるのが一番嫌なんですよ、うん、でももう行きたい行くしかないからってことでこうやって全裸でこうやってエレベーターの前に一人こうやって行きましてでもエレベーター誰も会わなかったらエレベーターを押してこうやって待ってる時に電話があることに気づいたんですよ。だからこれ電話すればいいんだと。で電話してすいませんあの竹山ですと、あのカンニング竹山なんです、今日泊まってます僕知ってますよねって言ったら分かりますよって部屋番号何番ですかって1702ですかなんか言って、あ分かりましたって電話切ってまだ頭パニクってるから電話切ったまま1702の部屋の前にこう全裸で着いたんだけど着いたところで開かないんですよ鍵がないから。で あそうかってなってまたその長い距離を帰らなきゃいけないんですよエレベーターのとこまで。でまたこうやってエレベーターのとこまで帰ってでまた電話してでその時普段使わない言葉がいっぱい出てくるんですよ。で向こう出たらすいません竹山ですけどあのすいません今あのちょっとあののっぺきならない事情でですねあのちょっとよく分からないんですけど今ちょっと裸でよく助けてください分からないんですって言ったら向こうがどうしたんですか何があったんですかいや分からないです助けてくださいって切ってでとりあえずここにいてももっとバレるから部屋に行こうと思ってその1702の部屋に帰ってでも人がこう来たら嫌だからどうしようかなと思って部屋のドアに全裸でピタッとこうやって待ってこれが一番いいと思ってそしたら向こうから大丈夫ですかって言ってとりあえず大丈夫ですドアーって言ってだから向こうがはいってドア開けてくれて入った時にもう何も聞かないでください入りますからってドア開けて待って入ってガチャッと閉まったらドア越しの向こうにその男の人がおやすみなさい素敵な夜をって聞こえたら違うんだと女の人じゃないんだと素敵な夜じゃないんだといやいやもういやそうなんです知ってるそれ見たでもそのロケはいはいあきつかったなあれなきついロケだったんでちょっとまあいい酒飲みすぎたいいそうやなそれあそこから始まってた始まったんです。これ若手時代の話なんですけど、はい、あの若手の時にね名古屋で、あの名古屋の芸人と肝試しロケみたいなのがあったんですよ、そのお寺がですね、あの人形供養してるお寺で、すごい数の人形がもう、皆さんが持ってくるんですよ怖くなって、それ本当にあの髪の毛が伸びる人形とか、あの顔の色があのちょっと黒くなって目つきが悪くなってフランス人形とか、そういうの本当にいっぱい集められてるお寺で、あの肝試しをするっていうロケなんですね。でまあそれも怖いけど一応まあノリでわーってやるじゃないですか。ほんまに怖いんです、その、あのちょっと涙流してる人形とかもあるんですよ、でもまあ若手やし一応言われた通りやるじゃないですか。ほんなら住職さんがまあ終わった後にいやこういうのはお祓いした方がいいですよみたいなことになったんですよ。でも若手なんでそのケアもないんですよね、で人形っていうのはそもそもそういう念がすごく入りやすいもので、子供が可愛がったりしたらそれが魂が全部人形に宿るからちょっとあんま危険ですよみたいな話されたんですよ。でも本当は若手なんでそんなことスタッフもしてくれないし、もう終わったら帰りましょう言って名古屋のホテルに僕が泊まるホテルに移動してたんですよロケバスで。ほんであのスタッフの一人が陣内さんどこのホテルですかって言われた時に、あどこどこのホテルですって言ったらちょっと顔色がちょっと曇ったんですよね、スタッフの人が、名古屋の、あれなおかしいなと思って、何ですか何ですかって聞いたら、僕が泊まるホテルが結構有名な出るホテルだと、名古屋ではもうなかなか有名なホテルなんですよ、でいやそんなこともあってこれちょっとでスタッフの人もいやちょっと大丈夫ですかねみたいなことになったんですけど、若手なんで
ホテル変えてくれなんか言えないんですよ、うん、ましてやマネージャーもついてきてないし、うん、自分一人で行ってますから、うん、で嫌やなと思ってホテルの部屋に入ったらもう案の定薄暗い明かりのちょっともう怖い感じなんですよ、うん、ほんでこういう時ってなんかね、うん、あの額に裏にお札が貼ってやったら、うんもう幽霊出るからっていうのに聞いたからその見よう思ってほんでもう額がねその額の絵が髪の長い色の白い女の人が裸でブランコを立ってバー越えてる写真なんですよそういう絵なんですよそれがもうその際怖いんですよもうほんまうわーなって色白でブランコ立ちこきしてるんですよもう普段見るまでもないとこんなもん怖かったなと思ってもう怖いかも早寝よう思ってあのシャワー浴びて寝よう思ってお風呂場開けてであのシャワーも古いやつでねあの赤と青のお湯と水で自分で調節するやつなんですよほんでもうとりあえず赤のお湯のバー出してもその勢いがねこうブルッブルッみたいな怖いやつなんですよブルッって言えてほんで全然あの冷たいままで熱くなるまで時間がかかるんですよ結構であのこの時間の待つのも怖いからそれでビールを買いに行ってシャワー浴びたらビール飲んで寝たろうと思ってでお湯をもう全開にしてビールを買いに行ったんですよ怖いもうビール買って1本買って帰ってきたらお風呂場がドン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 ドド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 ーンって言ってるんですよ僕も完全にあの髪の長い裸のやつが暴れてる魂が入ってもうお風呂場で暴れ倒してる思ってもう出たー思ってどうしようもないからもう風呂場バーン開けたらお湯の勢いでシャワーがバーン暴れ回ってるわーってうわーシャンプーリースなぎ倒して食べよう思ってものすごい熱湯やから熱くてその日いつもよりぐっすり寝れたって話それ聞いてるからその魂が入るっていう怖い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 怖かったですねまあよかったでもそれでね何もなくて逆に何もなくて逃げ出したよな松本さんとかはもうないと思うんですけどやっぱ我々ってまだまだ番組ってアンケートを取られるんですよああやってるねみんなねでもアンケートがもうしつこいんですよはいこの前あったのがスパゲティナポリタンの特集だと思うんですけど、もう5ページぐらいあってナポリタンを知ってますかから始まるんですよでナポリタンは好きですかナポリタンをどう思いますかナポリタンの代わりになるものといえば何ですかで最後の方にはナポリタンを食べると初恋の人を思い出すといったようなエピソードはありませんかありますねしつこいんですよそれの最終形が一昨日来たんですけどとある番組のアンケートで、はい、家族やマネージャーにまだ喋っていない秘密があったら教えてくださいたんですよ僕が言うのもあれですけど、うん、何様のつもりだ教えるわけがないでしょお前らは 何者だ、はい、で福岡系のも多いんですよ福岡の美味しいお店を教えてください最初そうだったんですけど、うん、もうだんだん福岡でまだ紹介していないお店を紹介してあるやろな福岡でまだテレビに出ていないもの、うん、福岡でこれから流行るもの、うん、いっぱい来るんですけど僕博多花丸大吉ですけど、もう上京して9年になるんですよ、うんうん、もう正直もう知らないですよだからもう僕ほとんどそういうのはもうグルナビで検索してるんですよどっかで言いたくて今日言わせてもらいましたもう信用しないでください我々も俺でも言われるもん大阪行く今度行くんですけど美味しいもん知りませんかって俺もう20年以上行ってないからねある意味仕事でぐらいしかまあちょっと前に仕事終わって、うん、ほんで終わって出たら、うん、タクシーをね呼んでくれてはったんです、うん、ほんでその運転手さんが、うん、その中座ってもう出たらええのに、うん思って立ってね後部座席のとこ立って、うん、ほんで俺見て、うん、お待ちしておりました言うて開けてくれはって、はいはい頭お気をつけください言うてこうガードしてもらって、うん、すいませんで乗ったら、うん、閉めさせていただきますって閉めはって、うん、ほんで運転席回って、うん、シートベルトして、うん何々タクシーの何々ですと、うん行き先がどこどこって聞いておりますけれどもそこちらでよろしいでしょうか、ね、それうちの家なんですよ、うん、そこから20分ぐらいなんですけど、うん、あそっちでお願いしますあの道順などのご指定ございますでしょうか、うん、ってものすごい丁寧なんです、うん、でいやあの道順お任せしますあそうですかではあの発車させていただきます言って車内の温度はいかがでしょうかああのすごくいいですちょうどいいですあ分かりましたもしも何かございましたらいつでも何なりと、うんお申し付けください、うん、
でそっからもう一切無駄な喋りなし、もうずっと運転に集中、ああなんか気持ちええ運転手さんやなと思って、で15分ぐらいずっと沈黙、あと5分ぐらいで家着くなぐらいで、一つだけでよろしいでしょうかジュニアさん、ジュニアさん、ジュニアさん、もう一切僕にも気づいてない感じやったんですけど、一つだけよろしいでしょうかジュニアさん、お、はい、なんすか、いや実はですね私15年ほど前に飯倉片町にありましたデニーズでジュニアさんが一人でランチを食べておられるのを目撃したことがございます、15年ぐらい前僕あの近所住んでたんですよつって、あ、行ってたんでしょうね多分、そうなんです、私もあの実は京都から出てきたばかりで、ずっと関西でジュニアさんの活躍を見せていただいておりましたので、たった一人でファミリーレストランで食事をしてはる千原ジュニアさんに本当に私驚いてしまいまして、当時若かったということもありまして、ああ千原ジュニアやんけ、お前こんなとこで何一人で飯食うてん、お前大阪でテレビめっちゃ出てたのに東京来て全然テレビ出てんやんけ、もっと頑張れよと声をかけてしまいまして、だいぶ変わった、その2ヶ月後にですね、六本木の交差点を女性と歩かれているジュニアさんを見かけまして、もしもこれが大阪、例えば御堂筋なんかでジュニアさんが女性と歩いておられると、当時の活躍からもうすごいパニックになるところを、あの東京ではもう誰にも気づかれず歩いてあるのを見て僕はすごく悔しくて、そこでまたですね若いというのもありまして、あジュニアやんけお前何女連れて歩いてん、そんなことだろお前完全に東京進出失敗してるんけ、もっとテレビ出ろよと声をかけてしまいまして、本当に申し訳ございません、いや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 、あんたの本質そっちやろ、脱げ脱げやと、脱げ今が絶対嘘やもんな、絶対嘘や落語上手すぎるやろすごいよな、神下が